あ、つながった。もしもーし、これちゃんと聞こえてる？そうね、姉ちゃんに電話かけるなんて確かに久しぶりかもね。いや、これといった用事とかはそういうのは全くないんだけどさ。ただ、姉ちゃんの声が聞きたくなって。あ、今一瞬だけ照れたっしょ。姉ちゃん、電話越しでもわかりやすすぎ。まあ、でも、元気そうでよかったよ。姉ちゃん、昨日ツイッターで病んでるような投稿してたからさ。え？いや、フォローはしてないよ。隠れて見てるだけ。いや、姉ちゃんの友達に教えてもらった。あの姉ちゃんがめちゃくちゃ仲良かった子。そう、その子。その子に教えてもらった。いや、ねえ、それは秘密としてさ。そうですよ、姉ちゃんが思ってる通りです。付き合ってました。何？そう、付き合ってた。うん、今はもう元カノ。先月ぐらいだったかな。別れました。いや、やっぱりなんて言うのかな、俺ああいう女の子苦手だなって思っちゃってさ。それで、うん、まああとはさ、やっぱり俺姉ちゃんのことまだ諦められないみたいだから。ごめんね、なんか昔のことを思い出させちゃって。うん、そうだよ。外、すっげえ景色が綺麗なところで電話してる。さすがは冬って感じ。あ、そういえばさ、年末は実家に帰るの？てか、姉ちゃんに関しては帰りそうな気もするけどね。そっか。まあ、俺も帰るつもりでいるからさ、またその時にいつもみたいに家族で会話でもしよう。じゃあ、とりあえず、会話をまた後日ってことで。じゃあ、またね。はーい。大好きだよ、姉ちゃん。